ジョシュア・ベルはアメリカ合衆国のバイオリニスト、グラミー賞受賞者、インディアナ州ブルーミントン出身でユダヤ経営である。父親は同性愛研究の草分けとして知られる心理学者、インディアナ大学教授のアラン・ポール・ベルである。4歳の時に自宅の引き出しに祝えたゴムを引いて、母親がピアノで演じた旋律を肩ぎそうしたのをきっかけに、両親がバイオリンを買い与え、 レッスンを受け始めた。12歳の頃から地元インディアナ大学の名教師として知られるジョーゼフ・ディンゴールドの訓導を受ける。14歳でリッカルド・ムーティ指揮するフィラデルフィア管弦楽団と共演し、1985年にセントルイス公共楽団と共演してカーネギーホールにデビューを果たした。それからは世界中の主要なオーケストラや指揮者と共演している。 2011年からはアカデミー室内管弦楽団の音楽監督を務めている。1980年代後半からデッカの専属バイオリニストとして録音活動を開始した。この時期、同レーベルの専属のピアニスト、ジャン・イブ・ティボーでオッディ・ムストネンや指揮者のシャルル・デュトワと共演や録音を行い、講師にわたって親しい間柄となる。特に、ムストネンとは、 チェリストのスティーブン・イッサーリスを加えて、ピアノ30層での共演を繰り返したが、ベートーベンのバイオリン・ソナタ第9番、クロイツェルのリハーサルの際に、テンポの設定をめぐる、意見の相違から決別し、以後その関係は修復されていない。ベルは、定番の競争曲や、競争的作品に加えて、ニコラス・モーなどの新作競争曲を演奏、録音し、シューマンなどの、 めったに演奏されない競争曲の再評価にも熱心であった。1990年代後半になってアメリカの作品を多く録音したいベルの意向と経営難で専属アーティストを減らし、また確実に売れるレパートリーのリリースを余儀なくされていたデッカの思惑が食い違い、ベルはソニークラシカルに移籍した。1998年のカナダ映画レッドバイオリンにおいて、 ジョン・コリリアーの作曲の映画音楽でソロパートを演奏している。また、2004年のイギリス映画、ラベンダーの作庭でにおいてもソロバイオリン演奏を担当している。19歳の時に、ビオラダモーレを改造した角のない丸い銅を持っている、ギター型のストラディバリウス社のチャーデンを購入し、使用していたが、ストラディバリウスのトム・タイラーを対応された後、それを購入した。 その後、トム・タイラーを手放し、5億円で1713年製のストラディバリウス、ギブソンを購入した。現は長らく、トマス・ティック社製のドミナントのグダ線に、ゴールド・ブラカットの0.26ミリ E 線を貼っていたが、ギブソンを使うようになった時期からピラストロ社のエヴァ・ピラッチを使用している。ワシントン・ポストのコラムニスト、 ジーン・ワイン・ガルテンの発案で2007年1月12日の朝のラッシュ時、ベルは野球部をかぶり地下鉄ワシントンメトロのランファンプラザ駅にてストリートミュージシャンに扮する実験を行った。曲目は前日のコンサートと同じものであり、それもメジャーなものだった。その様子を隠しカメラで撮影したところ、実験の約45分間でこの横を1097人が 通過したものの、金を置いていった客は28人。ちゃんと立ち止まって、演奏を聴いたのは7人。この人物がベルだと気づいたのはたった一人だった。そして、ベルが客から得た金は、ベルだと気づいた一人から得た20ドルを除けば、わずか32.17ドルだった。これは、たとえ近くで名演が行われていても、注意深く観察しなければ、 多くの人がそれに気づかないことを示した実験報告だとして、ワインガルテンは2008年のピューリッツァー賞を受賞している。また、ワシントンポストはこのビデオを YouTube に投稿している。ありがとうございます。